小牧大分の登場に第4話放送中から SNS も騒然木大和と演じる新入社員伊丹の同期、かつ良き友人今村浩太役菊池風磨が主演熊田凛果がヒロインを務め毎週土曜23時から放送中のテレビ朝日系推しドラサタで、私たちが恋する理由11月2日に放送された第4話ではついに 寡黙な上司黒沢友也菊池風磨が真面目な部下森田葵熊田凛果に好きなんだと告白互いの思いが通じ合うという急な展開で幕を閉じ SNS では興奮の声が飛び交ったそしてもう一つ放送中から大きな話題となったのが新キャストの出現第4話で新た,たに登場したのは 小牧い田演じる営業部第二課の新入社員今村光大彼は坂本良、締めかけ龍也の後輩で葵に懐いている伊丹瑞月、木代和人の同期伊丹にとって悩みを打ち明けられる良き友人であり必要な時に近くにいてくれる癒しの存在だ第4話でも昇進の伊丹を励ますべくじゃれ合いながら飲みに誘うやり取りが書かれた アオイタは機械戦隊ゼンカイジャー20212022年で主人公の五色高いとゼンカイザーを演じ以降も話題作からのオファーが引きも切らない人気実力派そんな駒ネは今回のオファーを特別な思いで受けたと告白するというのも駒ネにとって菊池はこれまで直接の共演はなかったもののレギュラー出演しているラジオ番組を介して 声のやりとりを重ねてきた憧れの存在実は僕がレギュラー出演しているラジオ番組内にタイムルズツさんのコーナーがあり菊池さんとはそのラジオ番組を通じてコメントを頻繁にやりとりしていたんですいつかお会いしたいと願っていたところ今回の共演が決まり夢が叶った思いでしたとコメント親友痛み役の木大和人とは共演も多く 王の仲良しだが、木大もまた菊池への憧れを口にしており、駒ねは、これから木大君に負けないくらい菊池さんとのつながりを盛り上げていきたいと思っていますと張り合いながら宣言。すでに菊池と木大がサウナで一緒に汗を流したと聞いて、僕はまだ撮影が始まったばかりで緊張しているので、ぜひ早急に菊池さんにサウナに連れて行っていただきたいと思っています。と熱望していた。